複雑な涙、共感度1位、サイオンジさん。が視聴率でも夏ドラマ1位へ、松村北斗が見せた、スタート者トップの演技力。第8話でサイオンジさんは、津田健次郎、53、演じる横岩人と交際をスタートしたが、くすみにもかつて恋愛感情があった。くすみもサイオンジさんへの恋心を自覚し、二人は微妙な関係に。 一方でくすみは1年前に病で亡くなった松井愛理27演じる妻ルイの存在が心に残り続けており、振り切れなくて、と人間関係が大きく進展していた。さらに、第8話では大谷な36演じるくすみ夫婦の友人だった女性立花エリサも活躍。妻ルイが死後1年経ったら渡してほしいとエリサに託していた数式のファイルをくすみに。 渡したことで物語はさらに大きく動き出した。エリサがクスミに渡したのはクスミ夫婦が長年解きたいと思っていた数式のヒントであり、クスミはルイのメモを頼りに最後まで数式を解く。クスミ夫婦は二人とも数式を解くのが好きだった。先へ進みなさいと数式が脳に語りかけてくるような感覚を味わえるからだ。そしてルイが託した数式は 解いてくれれば、くすみの気持ちが変わり、先に進める、ことを確信してのメッセージだったのだ。そして、数式を解けたくすみは急いで、西園寺さんの家に向かい、いつもの理路整然とした言葉遣いとは、かけ離れた、要領を得ない言葉で気持ちを爆発させる。僕はルイが好きです。出会った時から、亡くなってからも、ずっとずっと。でも、ルイは、 数式を解く手がかりをエリサさんに残してて、それを一年後に渡してくれって頼んでて、すみません、何言ってるかわかんないですよね。逆数式を解いたら、先に進めるんだって、先に進むしかないんだって、わかってて、だから僕。でもルイは、それわかってて僕に。それが嬉しくて、悲しくて。そしたら、どうしようもなく、話したくなったんです。 サイオンさんに、このごちゃごちゃしたもの全部、話したくて。思いの丈を伝えるくすみをサイオンさんは抱きしめ、くすみは、話したくて、話したくて、とサイオンさんの腕の中で、ただただ涙を流すのだった。X、旧ツイッターでは、くすみを演じる松村が見せた複雑な感情が入り混じる涙。泣ける演技に対沸騰。 最愛の人が亡くなっても目の前には幼いルカちゃんがいて仕事に家事に育児に全部一人で抱えてきたんだもんな。男と女よりも先にそんな時にただ手を差し伸べてくれた西イ寺さんにくすみく君はどれだけ救われたんだろう。泣ける。北斗が出るから楽しみにしてたドラマだけど物語に集中しすぎて涙する。くすみく君の気持ちに共感して一緒に泣く。 でも、サイオンジさんの気持ちも分かってまた泣く。すごい。二人の演技がすごい。北斗の感情がごちゃごちゃなお芝居がリアルでめちゃくちゃ共感したただ聞いてほしい。ただ話したいその相手がサイオンジさん奥様をずっと心に置いてもう先に、進んでいいんだよああもう松村北斗が泣いたらこっちも泣くんだよ。といった共感し、共に涙する声が多く寄せられている。 松村さんはスタートシャタレントでもトップクラスの演技力を誇りますが、西園寺さんのくすみや、今年2月に公開された上白石もねさん26とのダブル主演映画、夜明けのすべてで演じたパニック障害を抱える青年山添くんなど、等身大の自分を追い込んでしまう不器用な青年の役が抜群にうまい。西園寺さんの第8話も、 自分で言葉がまとめられなくて抑えきれず涙してしまう。非常に難しいシーンを講演していますよね。テレビ誌編集者。松村は2025年2月公開予定のカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した怪物の脚本家坂本雄二氏に57夜松高子47主演の映画 1ST キスファーストキスで 松と夫婦役を演じることが発表されているほか、25年1月クールにもドラマ出演が決まっていると一部で報じられている。松村さんは人気アイドルとしてではなく、俳優としての演技力の高さから、業界で引っ張りだこですよね。西園寺さんは初回から毎回、共感したという感想を抱く視聴者が多いですが、これも秀逸な脚本に加えて松村さん。 そして主演の松本さんの高い演技力あってこそですよね。全道サイオンジさんはアラフォーで家事嫌いのサイオンジさん。育児に追われて無意識に自分を追い詰めていたくすみを中心に、視聴者の共感を呼ぶ描写が実に丁寧に描かれている。多くの視聴者の心をつかみ、今季の連ドラのダークホース的な存在だったのが、ドラマのファンがどんどん増えています。 現在放送中の夏ドラマでは共感度1位と言っても過言ではない作品として評判ですが、いよいよ視聴率でもトップに踊り出そうな気配を見せています。制作会社関係者。現在のテレビ会は13から49歳のコア視聴率を最重要視している。7月クールの連ドラは全体的に低調だが、嵐二宮和成41、主演の ブラックペアンシーズン 2TBSK 日曜夜9時からが今クールのトップの座にいる。8月25日に放送された第7話はコア3.3%だった。その一方でサイオンジさんもコア視聴率は好調でブラックペアンの第7話と同週に放送された第7話20日、初位に3.2%に突入。 ブラックペアンを追い抜きそうな勢いなのだ。物語は終盤戦に突入し、西園寺さん、松本くすみ、松村横井、津田の三角関係も本格的に動き始めています。第9話、9月3日は西イ寺さんと横井さんが結婚するかもという噂を聞いたくすみが混乱して謎発言と謎言動を繰り返すと予告されている。 予告ではサイオンジさんを怒らせてしまい、おどおどしているくすみの姿もあり、8葉とは逆の松村さんのコミカルな演技を楽しめるかもしれません。全土視聴者の評判、そして視聴率ともに2024年の夏ドラマナンバー1の作品になりそうな勢いの、サイオンジさんは家事をしない。俳優、松村北斗の代表作の一つとなりそうだ。 再生時間13秒ほどのところから、松村演じるくすみが優しい涙を流す姿を見せてくれる。